クエティス。疲れた。よいしょ。ああ、今日も残業疲れたーい。ああ、もう9時かー、もう。ギャーああ、筋トレいいや、もう今日も。飯にするか。ん？ん？誰だこいつ。お前だよ。うわ。お前今何してる？また筋トレサボろうとしてるだろう。昨日もやってないよな。いつもそうやってすぐサボる。自分でやるって決めたのにちょっと疲れたってだけですぐ理由を作ってやろうとしない。いつも口だけ行動に移さない。その結果がどうだ。今のお前だろ。愚痴ばっか言って何も成長しない。そのままでいいのか。本当に変わりたいのか。変わりたいんなら動けよ。今すぐ立て、起き上がれ、荷物をまとめてジムに行け、ダンベルをぶち上げてこい。負けるな、自分に負けるな。お前は絶対できる。さあ動け、今すぐだ。行け、ジムに行け。レッツゴー。行くぞーって、うん、ジム到着。筋トレをすれば体が変わる。体が変わると自信がつく。自信がつくことで考えが変わり、考えが変わることで行動が変わる。そして人生が動き出す。さあ、あなたも筋トレをしよう。大切なことはたった一つ。限界を超えるだけ。マッチョになればもしかするとモテるかも。やっぱ筋トレ最高。